解錠を求める使者、つまり我らの問い、上司がそちらに気を取られている隙に城を通過する。それがパルス軍の作戦だ。俺の合図でゴービン殿たちがパルス軍を後方から襲撃する。隊の前方は騎馬隊、後方は糧食隊。食料を失えばパルスの進軍は止まる。こんな夜中でも働いているとは感心だな、ジャスは。ギーブ殿、油断ならないね、コメ。八カ月よりお前自身の尾に火をつけてやろう。俺の目的を見抜いていたのか。我らが軍師殿は物が見えすぎる御仁でな。逃げ道はないぞ。覚悟しろ。美しき女神アッシャ。なるものか。本気になったか。そう来なくては面白くない。さて、これで邪魔者は片付いた。俺は城へ向かうから伝令役は頼んだぞ。はっ、お任せください。みんな、パルスの騎馬隊が通り過ぎたぞ。今だ。後方の糧食隊を襲い全て奪い取るぞ。あの偽伝道の奥で敵を炙り出す。ギーブがうまくやってくれている。よし、こちらも撃って出る。聖者始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。伏兵だと、騙したら。騙される方が悪いのか。ナルサスなら言うであろう。敵が我らに気を取られている隙にナルサスとギーブが城を落とす様を成功させるためにしっかり敵の注意を引きつけ、策がなっている。敵も必死です。これでしまいだ。油断なさらない。分かった、ダリュン。死で破れ、それまでも破れるとは。パルス兵め、ダリュン、さすがだ。いつもお主は頼りになる。今こそ示せ。守るべきを守るしか。
せぬ。これでしまいだ。やれ。ダリュウ、さすがだ。いつもお主は頼りになる。あとはここで敵の注意を引きつけ、時間を稼ぐのみ。ダリュン卿らはうまくやっておるようじゃな。こちらも将を討ち、勝利を確実なものとするか。後ろに敵だと、さっさと倒しに行け。承知しました。殿下を援護し、時間を稼ぐとしよう。ナルサス卿とギーブの作戦のために神に祈るがよい。さらばじゃ。敵に援軍だと。クソ、さっさとアルスラーを撃つぞ。ご無事で、私もお守りいたします。ありがとう、ファランギース。ナルサスたちのためにも精一杯戦おう。時間を稼げたら、ナルサスとギーブはうまくやってくれているだろう。戻ってきた騎兵隊と合流し、攻めに転ずるぞ。おのれ、デス軍命一矢報いてやるわ。
敵を追い詰めるとしよう。城の櫓からの矢が厄介じゃな。あの弓兵どもがおれば城攻めも難しかろう。残さず撃破するべきじゃな。もはや引くしかないか。お前はここで終わりだ。砂のもとに。もはや引くしかないか。素晴らしいお働き、少しでも近づけるよう私も治癒を磨きます。私が真のマルダーンのようじゃね。こちらをお受け取りください。何かのお役には立つかと。やんだな。さてそろそろのはずじゃが。城は落とした。グジャラートはもはや我らのものだ。そういうわけでさっさと諦めてくれないか。シンドラの皆さんよ。そんな、城が落ちただと。もうダメだ。ジャスワンと初めから裏切るつもりだったのか。裏切ったのではない。俺はシンドゥラ人、故にシンドゥラに忠誠を尽くしただけのこと。ガーデービーのためか。違う。最初マヘンドラ様のためだ。俺が忠誠を尽くすのは我が父に等しいマヘンドラ様のみ。殿下、いつまでも裏切り者の舌を回らせておく必要はありません。待ってくれギーブ、もう少し話をさせてくれ。先ほどの父に等しいとはどういうことだ。俺は自分の父親が誰であるのか知らぬ。孤児であった俺を育ててくれたのがマヘンドラ様だった。それだけのことだ。自分の親を知らぬのか。この者を解放してやってくれ。殿下の仰せとあらばですが、どうか後悔なさらぬよう。正直お甘いと思いますが、よろしいでしょう。私どもの力が及ばぬほどの害にはならないと存じます。ありがとう、ナルサス。私はナルサス様の好みを知り尽くしているし、栄養の管理も完璧だ。ふん、ナルサスだって女の子から作ってもらった方が嬉しいでしょう。ね、ナルサス。ナルサス様。ああ、では二人が作った料理両方とも食べるとしよう。それでいいだろう。すぐにナルサス様は私だけの料理で十分だとおっしゃるだろう。それは私のセリフ。はあ。見ていたのか。ああ、なかなか面白かったぞ。はあ、まったく。エラムもまだまだ子供なところがある。だが将来アルスラーン殿下が国王となり、エラムがそれを補佐する。そうなれば良い祭り事が行われるのではないか。そうだ、遅くとも10年先にはそうなってほしいものだ。
ダリオン、気づいていると思う。殿下はおそらくアンドラゴラス王の子ではない。ああ、ヒルメス王子を殺せば王家の血が途絶える。バフマン殿の言葉は殿下が王家の血を引いていないからこそだ。殿下もそのことにお気づきだろう。だが俺はパルス国のためにやはりあの方こそ王となるべきだと思う。俺も同じだ。出自など関係なく殿下にはその器がある。ジャスワンとは私と同じなのだ。自分が誰の子なのかも知らない。冬の夜風はお体に触ります。そろそろお休みになられては。ダリュン、私は一体何者なんだろう。私はおそらく王家の血を。殿下のご正体はこのダリューンが存じております。ダリューンが？はい、殿下はこのダリューンにとって何よりも大事なご主君でいらっしゃいます。それではいけませんか、殿下。ダリューン、ありがとう。ガーデービーが戦場部隊を連れウライユールを立ったようです。動いたか。アンドラゴラス王でさえ正面から戦おうとしなかった戦場部隊。他にもご報告が。ラジェンドラの軍がガーデービー軍の背後に回ったと。殿下、どうも私が考えていた状況の中で最もバカバカしい事態になったようです。なぜだ。これで私たちが進軍すれば挟み撃ちになる。戦術的には有利なのではないか。いいえ、ガーデービー軍はこちらより圧倒的に多数です。この場合挟み撃ちは意味をなしません。むしろ我らラジェンドラ殿の側に回り込んだ方がよろしいかと。急がねば、ラジェンドラ王子が危ないな。こうしてはいられない。すぐ救援に向かおう。